水沢江差市駅、水沢江差市駅は、岩手県欧州市水沢田区町駅前一丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本東北新幹線の駅である。東北新幹線の開通時点では、水沢江差市駅は未設置であったが、東北新幹線の建設計画が持ち上がった時から、地元では、駅設置の住民運動を実施し、都市計画を行って、 土地買収を進め、日本国有鉄道、国鉄総裁に対して、請願を行っていた。1982年、昭和57年6月及び7月の、国鉄役員会において、同時期に請願を行っていた新花巻駅と共に、新駅設置に関する基本要件が決定され、これを受けて1983年、昭和58年1月5日に、 森岡鉄道管理局長から具体的な設置条件が示された。その条件は、当面建設する相対式ホーム2面2線の駅の工事費、約50億円を地元負担とすること、用地を無償状とすること、将来的に退避線を備えた2面4線への拡張を想定して用地を確保し、4線化の工事の際には、用地の無償状とに応じること、そして、 駅前広場と関連道路を地元で整備することであった。水沢市は条件了解の返答を同年10月17日に言った。また、地方財政再建促進特別措置法で自治体の国鉄への寄付行為が原則として禁じられていたが、全国新幹線鉄道整備法が同年10月14日に改正されたことで寄付行為が可能となって駅の整備ができることになった。 これを受けて11月1日に森岡鉄道管理局長から本社旅客局長宛てに駅設置上申が行われ11月21日に設置承認を受けた11月17日には水沢市議会で債務負担行為議決が行われ11月22日に国鉄と水沢市の間で基本協定が締結された 11月30日に工事実施計画の変更申請が運輸大臣に提出され、12月12日に認可を受けた。国鉄と水沢市の間の工事協定は12月19日に締結され、1984年、昭和59年1月10日に着工となった。 東北新幹線の設計時点から、この位置に駅を建設することは想定されており、後から2面4線の駅を設置できる、要、高架橋の季節横張りの鉄筋は、増設部の鉄筋と圧接できるよう排除されていた。この背景には、将来新幹線が北海道まで延伸された際夜行運転を行う、ことが構想されており、運転整理上水沢市内に駅を設けることが、 必要とされた。駅の構造は開業当時からの設置駅のような通過線を持たない2面2線の構造となっている。設置承認は2面2016両対応であったが、当面2面2012両対応として工事を行うことになった。季節高架橋の両側に直接基礎1、中式 RC ラーメン高架橋を新設して、上屋とホームを指示し、 大雪系の多いを全体に被せる構造とした。工事期間中は安全のために、列車は工事区間を時速1 1 0トルで徐行を行い、また鉄骨を立てたり屋根を建設したりする工事は、夜間に線路閉鎖と起電停止を行った上で施行した。プラットフォームは3 1 0ルの有効長とされ、乗客が少ないと見込まれたことから、新幹線鉄道構造規則で定める。 相対式ホームにおける最小幅員5メートルより狭い幅4.5メートルを採用してそのための特別承認を得た。1985年昭和60年2月12日に工事が完成し3月14日に東北新幹線の上野大宮間開業とともに開設された16両多様での想定工事費は49億8000万円で あったが、12両対応にしたことで地元との協定額は43億9000万円となり、さらにその後の工事費の縮減により、最終的な工事費は35億8200万円となった。水沢市では、3分の1を岩手県からの工事補助金で賄ったほか、地元住民協力金、周辺市町村協力金、積立金の取り崩しなどでこの額を負担した。 当初は新水沢駅の予定であった。しかし、駅のすぐ北側に、水沢市、現在の欧州市水沢と江差市市、現在の道市、江差市との境界線が走っており、江差市,市から、鉄道のない江差市,市のために、江差市の名前を入れてほしいという要望があり、最終的に水沢江差市駅に変更された。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。 通過線がないため、ホームには、可動式安全柵が装備されている。フル規格重両ミニ新幹線規格7両の17両、編成対応。直営駅、駅長配置。管理駅でもあるが、当駅は、自駅のみの単駅管理となっている。緑の窓口、営業時間6時10分23時10分、途中休止時間帯あり、指定席券売機2台。 営業時間5時40分23時10分、ジャスター売店、立ち食いそば屋設置。駅舎は広大な大地と豊富な水系を背景に、水沢地方の景観の特色である瓦屋根に、白壁を配置した落ち着いた牧歌的な雰囲気を表現したものとなっている。1階の外壁の色は、レンガ色を採用している。鋳物の土町に建設されたことから、コンコースの天井などには、 地元の芋の製品を採用しており、重厚で素朴なデザインとなっている。駅勤務室は少人数でも、業務を行いやすい、ワンルーム方式で、出刷、改札、生産を兼ねるラッチが設けられている。駅の両側に出られる構造で、待合室は特に設置されなかった。駅本屋の総床面積は1175平方メートルである。駅構内には、 南岩手交流プラザがあり、岩手県南部の観光物産品などが展示されている。JR 東日本によると、2018年度、平成30年度の1日平均乗車人員は1003人で、ある、レフグループイコール利用客数ネームイコール、パッセンジャー、2018新幹線、レフ。近年の推移は、下記の通りである、水田中心の地帯に、 急遽建設された水卓江差市駅とその周辺にはビジネスホテル等宿泊施設が存在しない。ゆえに駅利用客の多くがショートとして発展してきた水沢駅周辺にある宿泊施設を利用する。なお、当駅と水沢駅とは車で15分ほどかかり徒歩での乗り換えは不適である。駅前には後藤新平像が建っている。これは1 9五十年代に 水沢出身の歴史的人物、後藤新平、斉藤実、高野長英の三人を検証する公園を、駅東側にある、羽黒山では神社、では三山の神社とは別境内にいる構想があり、その最初として1960年、昭和35年に建立されたものである。しかし、資金難により構想は挫折。もはや、用済みとなった、後藤新平映像は、 長年神社の境内に放置され続けた。後藤新平生誕150周年である2007年、平成19年に、水卓江差し駅前に移す運動が地元を中心に起こり、後藤新平銅像移転推進会が結成された。同年11月に募金などをもとにして、移転、除幕式が行われた。像は、後藤新平が、ボーイスカウト、日本連盟の前身である。 少年団日本連盟初代総裁であったことから、ボーイスカウトの制服を着用している。台座は移転に際して申請され、後島のモットーである、実地三分けの言葉、人のご世話にならぬよう、人のご世話をするよう、そして、報いを求めぬよう、原文休暇な遣いが刻まれている。水沢駅へは全路線を合わせ1から2時間に1本程度のバスがあるが、 バス停の位置が全て別である。なお、沿岸の大船渡市方面へ接続のために、特急水田大船渡線が、岩手県交通により運行されていたが、利用者減少のため2006年、平成18年3月に廃止された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。